はい、こんにちは、プラモ教師郎です。今回もよろしくお願いします。今回は被弾跡の再現方法、工作編に続いて塗装編となります。まずご覧のようにパンターは、ダークイエローで塗装しました。被弾した箇所の塗装、これを分かりやすく見せるために、特にウェザリングはしないでこの状態で作業したいと思います。まず最初に使うのは、ジャーマングレーですね。タミヤアクリルでもいいし、ファレホでも構いません。瓶のままだと結構濃いので、薄めて使用しています。こんな感じでウェットパレット、これを使って、好みの濃さに調整しています。塗料を薄めているのは溶剤ではなく普通の水となります。先ほど薄めたジャーマングレーを被弾箇所に、少しずつ塗装していきます。塗料の濃さとしては、結構薄めてますね。だいたいちょっと濃いめのウォッシング塗料みたいな感じですかね。こちらが乾いた状態ですね。だいたい塗装する範囲としては被弾した箇所のほんの少し一回り大きいぐらいで収めておくのが良いでしょう。またダークイエローとの境目部分もちょっと単調にならないように気をつけてみました。次に鉛筆を使ってえぐれた部分の金属表現を行います。最近よく使うのがこのステッドラーというメーカーの鉛筆ですね。 4B のものを使ってますけど、非常にキメが細かくておすすめの一品です。使い方としては非常に単純です。金属表現したいところに直接書き込むだけとなります。あと鉛筆は他の部分についてしまうと落とすのが非常に大変なので気をつけてください。そして被弾した箇所っていうのは当然生の鉄がむき出しなので放っておくとそのままだと錆びてしまいます。この被弾箇所の仕上げの仕方によっては、被弾した直後や被弾してしばらく時間が経った状態などを演出することができます。今回は被弾してしばらく時間が経って錆びた状態を表現してみます。アクリル溶剤で溶いたピグメントを錆びた部分に塗布していきます。この時錆が発生した直後というのはオレンジや赤みの強い錆になり、次第に時間が経過するとともに茶色い錆になっていきます。使用するピグメントも、複数の色を使うようにして、少し変化をつけています。最後に流れ出たサビの跡を、油絵の具を使って再現します。油絵の具のサビ色をほんの少しだけつけて溶剤で伸ばすような感じで作業しています。このような感じに仕上がりました。被弾してしばらく時間が経ち、錆が少し浮いた状態ですね。さて次はこちら、先ほどと同じ鉄鋼弾の跡ですね。先ほどと同じように鉛筆で処理した後、軽く錆色でウォッシングしています。そしてこの部分は被弾してあまり時間の経ってない状態、こちらを再現するために、タミヤエナメルのペイントマーカー、こちらを使って軽くドライブラシしてみました。このペイントマーカーのクロームシルバー、非常に粒子が細かいのでとてもおすすめですね。ドライブラシとの相性もとても良いので、立体の少し剥げた金属が露出した表現、これなどにも、最適だと思います。被弾箇所のエッジ部分、この辺りを中心に施すと良いと思います。そしてこのクロームシルバーも、余計なところについてしまうと落とすのに非常に厄介なので気をつけてください。
こちらが完成した状態ですね。被弾した直後であまりそれほど時間が経ってない状態の鉄鋼弾の跡となります。クロームシルバーのキラリと光るメタル感がいいアクセントになっていますね。さて次は榴弾の跡の塗装方法についてご紹介したいと思います。先ほどの鉄鋼弾と同じようにジャーマングレーで塗装した後に鉛筆を軽くこすりつけています。まずはじめに錆色のピグメントをのせて軽くウォッシングしています。ピグメントはアクリル溶剤を使ってかなり薄めていますね。乾燥した状態ですね。ピグメントは乾燥するとちょっと色味が変わるので、そこも計算に入れてからやりました。そして今回は榴弾ですので、着弾すると爆発します。その時にできる放射状の汚れを再現したいと思います。まずはアクリル溶剤で薄めた焦げ茶色のピグメントを放射状に塗装してみました。結構薄めてますね。濃すぎると結構くどい仕上がりになってしまうので気をつけてください。そして同じく焦げ茶色のピグメントを軽くまぶしています。これは AK インタラクティブ製のピグメントを使っています。結構定着力が強いので少しずつやってみることをおすすめします。だいぶできてきました。これだけでも結構雰囲気のある仕上がりかと思います。もう一手間加えてみます。アクリル溶剤で薄めた白系のピグメントです。これを放射状になるように筋を入れてみました。境目がはっきりしすぎてるときは溶剤で軽くぼかしています。はい、榴弾の被弾跡が完成ですね。やはり鉄鋼弾とは違った表情を見せてくれます。次は同じ榴弾の跡でももう少し時間の経ったものについてご紹介します。ジャーマングレーと鉛筆で塗装した後でアクリル溶剤で溶いた錆色のピグメントでウォッシングします。2色か3色ぐらいの錆色を使ってウォッシングをした状態がこちらです。そして錆色のピグメントを粉のままの状態でこすりつけています。ごくわずかほんの少しの量だけ塗布しています。最後にウェザリングカラーのサンディウォッシュ、こちらを少し薄めたものを軽くコートしています。こちらが完成した状態ですね。榴弾が被弾してしばらく時間が経った状態のものです。表面の汚れはあらかた落ちて、鉄の部分、こちらは公園の鉄棒のような感じのイメージで制作しています。最後はゲペックカステンなどの薄い鉄板に開いた機銃の跡を塗装したいと思います。こちらも被弾した箇所に、ジャーマングレーを塗装しています。そしてアクリル溶剤で溶いた錆色のピグメントを軽くのせています。最後に流れ出た錆の汁を油絵の具を使って再現します。このような感じに仕上がりました。こういった薄い鉄板部分は被弾跡の他にも、ベコベコに加工するのも効果的かと思います。今回の動画は以上でおしまいです。ご覧いただきありがとうございました。今後はこのパンターを使って、初めてやる迷彩塗装とかそういった企画も予定していますので楽しみにお待ちください。
コメントなどございましたらお気軽にお声かけください。いいねボタン、チャンネル登録もしていただけると幸いです。それでは皆さん、次回までさようなら。バイバーイ。